皆さんこんにちは。ロサンゼルスからアダマウロです。お久しぶりです。実はですね、ここ私のお家なんですけれども、この間私の大昔からのお友達なんですけど、一緒にヤンヤンタウンスタジオで仕事してたお友達なんですけれども、ここに遊びに来てくださったんですね。でその時、アダちゃん、ぜひ日本人の皆さんに今アダ何してるのか、そしてどこにいるのか教えてあげてくださいと言われて、で私もたまたま最近本当にすごく心からもう日本のことすごく懐かしくて、日本人の大好きな日本人のお友達とかもう皆様とにかく本当に懐かしく思ってました。で私も何かしたいなって思ってましたところだったので、今ここにいます。でこれを見てくださったら、もし質問とか興味何かリクエストとか何でも送ってください。で私はぜひできる限り答えたいと思ってますので、よろしくお願いします。ではお久しぶりで、アダちゃんでした。よろしく、さようなら、また会いましょう。ちなみにこのビデオを撮ってくれてるのは私の11歳の娘です。